クアトロデ・フェベレーロ空港もしくは、ルアンダ国際空港は、アンゴラ共和国の首都ルアンダにある、国際空港。特区、アンゴラ航空が拠点としている。クアトロデ・フェベレーロ空港の翻訳は、2月4日空港、であるが空港名の由来は、アンゴラ独立戦争の始まった日が1961年2月4日で、あったことにちなんでいる。同地での空港建設はアンゴラを、 植民地支配していたポルトガルによって1951年に開始され、1954年に完成、開港した。その時点でアントニオ・サラザールによるエスタドの母体制で大統領を務めていたフランシスコ・クラベイロ・ロペスにちなんで、クラベイロ・ロペス空港と名付けられた。当時は南アフリカ共和国で白人政権によるアパルトヘイト政策が続けられ、 1960年代に次々と独立したブラックアフリカ諸国は南アフリカ航空機の領空通過を拒否していたためアフリカ大陸西岸の迂回ルートを余儀なくされる南アフリカ航空にとってポルトガル領内の同空港はヨーロッパ方面への重要な機構、給油地となっていた1975年に植民地戦争とポルトガル革命によってアンゴラが独立した後 翌1976年にアンゴラ政府は同空港の名称を旧植民地の支配者から独立戦争にちなんだ現行のものに変更した。ありがとうございます。